が上がってたんですけれども、この先このペースでずっと働き続けてたら行き詰まるだろうなっていう不安がすごくあったんですね。 SNS 集客実践講座に入学してから3ヶ月で累計643万円っていう売り上げを立てられるようになりました。皆さんこんにちは。こんにちは。今回はブランディングコンサルタントをされている受講生の山下さんと第2弾のねお声ということで、実は以前ねこちらに出ている通り、まあ第1弾をね実績の声取らせていただいて、あそこからさらに売り上げを今回上げられまして、3ヶ月間で累計643万円のね売り上げを上げられている、そういった秘訣についてね第2弾ということで、さらにね成果を上げられた秘訣をね聞いていきたいと思うんですが、本日はねよろしくお願いいたします。お願いします。では現在のご活動内容を簡単に教えていただけますでしょうか。ブランディングコンサルタントとして、クリエイターさんや自分で好きなことをお仕事にしたい人に向けてマイブランド実践講座という講座を開講しております。今で8期目の開講になります。ありがとうございます。では改めてになるんですけど、入学のきっかけであったりとか、数多くあるマーケティング講座の中で弊社のスクールを選んでいただけた決め手というところも教えていただけますでしょうか。一番は北野さんの実績と、あとは北野さんだけではなくてスクール生さんが本当に素晴らしい実績を上げておられるなっていうところが入学のきっかけになりました。あとはコンテンツもすごく充実してらっしゃるので、自分だけではなくて自分の受講生さんやクライアントさんにもこのやり方だったら確実に成果を出していただけるなということが感じられたので入学いたしました。あとはですね、私潜在意識マスターコースも先に実は受講させていただいてたんですけれども、そちらで SNS だけではなくて北野さんのビジネスにおいてのあり方だったり、人生においてのあり方っていうのにも、この人だったら本当に尊敬して学ばせていただけるなというのが大きな決め手になりました。山下さん現在潜在意識マスタープログラムというコーチングスクールをね僕も一つやってるんですけど、そちらが先でその後にマーク講座に入学いただいたという形になるんですが、次にですね弊社実践 SNS 集客学科ですね、マーケ講座にご入学いただく前と後の変化ってところも聞いていきたいと思うんですが、ご入学前っていうのは改めてどういう状況だったんでしょうか。入学前もですね、売上は上がってたんですけれども、プロモーション頼みの集客になっておりまして、このままだと頑張って働いて売上を立てるっていう状況だったので、今は良くてもこの先このペースでずっと働き続けてたら行き詰まるだろうなっていう不安がすごくあったんですね。あとは講座の単価もなかなか上げれないっていうブロックがありました。ただそれが SNS 集客実践講座に入学してから、そういう大掛かりなプロモーションを打たなくても3ヶ月で累計643万円っていう売り上げを立てられるようになりました。今までは大型プロモーションとかをドンと打って期間限定で募集をして売り上げを作るっていうやり方から、それを一切せずにいわゆるエバーグリーンローンチっていう形なんですけども、毎月コンスタントにね売り上げを安定して上げていくっていう形で、大規模ローンチなしで643万円の売り上げを3ヶ月間でね立てられていらっしゃるということで、その秘訣を具体的に聞いていきたいと思うんですけども、今回 SNS マーケで成果が出た秘訣っていうところも教えていただけますでしょうか。まず一つはサポート内容を手厚くして講座の単価を上げました。これまでは39万円のコース一択だったんですけれども、そちらはですね42万円の実践コースとサポート内容を手厚くした60万円のプレミアムコースっていうものを2つ用意をしました。もう一つが講座の額面を見直して、受講したいけど今募集してないんですかっていうような、そういう人の取りこぼしをなくしたっていうのが大きかったかなと思います。一つ目で勇気を出して値上げをしてみたっていうところも、ね、すごい大きな変化かと思うんですけども、ちなみにこの値上げに関しては値段上げると制約率下がるんじゃないかなって不安に思う方多いと思うんですけど、山下さんの場合どうですか、制約率とかは。私も初めは値段上げると制約率すごく落ちちゃうんじゃないかなと思ってたんですけれども、フロントセミナーに来られた方が少人数だったり一人だけの時でも個別に対応させていただいたことで、制約率 66% で、すごいです、そんなに前ほど落とさずご制約いただくことができてます。60万円ぐらいの、ね、単価でも制約率 66% っていうのはかなり高い方で、実は値段って 1.5 倍の法則っていうのがありまして、今売れてる単価を 1.5 倍に上げたとしてもそんなに制約率変わらないっていうね実は法則っていうのがあるんですよね。なのでこの動画見てくださってる方でもね、低単価でもし疲弊しているっていう場合は値上げを検討していただくっていうのもねすごいおすすめかなと思います。先ほど2つ目のポイントとしてあったのが講座の座組をね見直したということで、プロモーション型だとこの期間からこの期間だけの募集だから、この期間にプロモーションに参加した人は入学できるけど、それ以外は例えば今から入りたいけど今は入学できませんみたいな感じになってすごい取りこぼしちゃうんですよね。なので実はこのエバーグリーンっていう形でずっと緑が生い茂るような感じで、そのタイミングでも本人が入学したいタイミングでね入学できるというような形式を取ったことで、取りこぼしが減って売上が増えたっていう感じですかね。実は弊社の講座とかも全部このエバーグリーン型にしているので、いつでもね入学できる、逆に言うと毎月売上を安定してコンスタントにね上げていくことができるっていうところもメリットだったりするんですけども、今こちらに映しているのが山下さんのね現在のインスタグラムになるんですけども、こちらでも山下さんご自身がインスタグラムの運用とかで意識しているポイントとかもちょっと聞いていきたいなと思うんですが、現在のコンセプトが趣味資格を仕事に変える見せ方
方×売り方っていう形でね発信をされていて、40代から好きを仕事にする方法、主にブランディングと SNS マーケティングをね掛け合わせた発信をされていて、投稿もこういった形でですねデザインに統一感を持たせた形で発信をされていまして、インスタっていうとリールがあったりストーリーがあったりライブがあったりとかですね、いろいろある中で特に山下さんが力を入れている部分とか意識しているポイントとかがあれば教えていただけますでしょうか。私が特に意識しているのはストーリーズで、できるだけフォロワーさんに素の部分も見せながら、あとは教育的なこともこれまではフィード投稿でしてたんですけれども、なかなかそっちではリーチが上がらないなっていう流れになっているので、そういうこともストーリーズで上げるようにしています。あとはそこでいかにリアクションをいただいて DM だったりライブでコメントをいただけるくらいの近しい間柄だと思ってもらえるようにするかっていうのも気をつけてストーリーズを上げてます。ありがとうございます。あとはストーリーズともう一つ重視されているものがあるということですけども、はい、あとはインスタライブですね。これまで週に1回だったんですけれども、常時募集をしていこうということで、プロモーション期間中だけライブ回数を増やすっていうことをしてたんですが、今は週に2回定期的に時間を決めてライブをしてます。一つのライブではノウハウ寄りだったり、そういうブランディングとか SNS マーケティングのことを言うんですけども、最近始めたの1回のライブの方では結構マインド面だったり、私はこういう風なこと価値観考えてますよ、だからみんなもこうやったら成果出るんじゃないかなみたいな、ちょっと内容にメリハリをつけて別のライブを開催してます。今週2回されていらっしゃるということで、ライブのテーマ枯渇しちゃうんじゃないのと思ってる方ももしかしたらいるかもしれないんですけど、ライブのテーマを考えるときに山下さんが意識してることとか何かありますか。皆さんがどんなことに気になってるのかなっていうのももちろんアンテナを張ってるんですけど、実は最近はそういうノウハウとか本当にいろんな方が話されてるので、うん、私からノウハウ聞きたいですか、もしかしたらニーズがないかもしれないけど私だから話したいこととか話しちゃってもいいですかっていうことを一度ライブで聞いたんですね、うん、だったら吉井さんだから話せることも聞きたいっていう声も身内受けかもしれないけど多かったので、ライブだったらそれでもいいかなと思って、うん、私はこういうの大事に思いますとか、ブランディングってこういう考え方だけど実はこっちの方が大事なんじゃないかなって思いますみたいな、自分の考えっていうのを結構最近はライブでは出してます。めちゃくちゃ大事ですよね。自分の価値観とかマインド共有できるっていうのもねライブの醍醐味だったりするんですけども、逆にテクニックとかノウハウって日々のリールだったりとかで十分発信してたりするから、どっちかっていうとライブはそこでは発信しきれないようなね人柄だったりとか価値観とか、僕自身も最近マーケティングのライブでもコーチングの話したりとか潜在意識の話したりすることもありますし、自分だからこそ語れるところっていうところをね意識してみるっていうのは結構ポイントかもしれないですね。あとライブとかリールとかそしてストーリーズの投稿とかも、実は1ヶ月前に見たものってみんな結構覚えてなかったりするので、以前アップしたものちょっと見せ方を変えてとかパッケージだけデフォルメしてもう一回ね再投稿していくとかリサイクルしてもう一回取り直していくっていうのもねおすすめなので、そう考えると切り口を変えるだけでネタが枯渇するってことはね僕も基本的にありえないと思ってるんですけども、そういうやり方もありますよというところですね。あと山下さんの方でお客様に商品を提案するとき、いわゆるセールスのときに意識してるポイントとかもあれば教えていただけますでしょうか。目の前のお客様が何に困ってるのかとか、何を一番解決したいのかなって思うことを確実につかめるようにヒアリングすることに結構時間を置いてます。セミナーでセールスはするんですけれども、その時に参加された見込みのお客様が何に対して一番困ってるのかなっていうのをセミナー中にメモをしたりとかして、セールスする時もスライドはあるんですけれども、そのスライドの合間合間に誰々さんが言ってたこれってこういう事例ですよねとか、誰々さんが困ってたのと同じようなことで悩んでるこの過去の受講生さんってこんな成果出されてますよみたいな形で、セミナーでセールスする時でも個人に寄せた言い方でお伝えをするっていうことは意識をしてます。目の前の見込みのお客様の状況とか業種だったりとかが今の現状に近しい方に合わせたアドバイスとかその実績の声をピンポイントでね伝えていくっていうことをする寄り添い型のね営業をしっかりとされていらっしゃるというところで、ね、しっかりとお客様の心をグリップすることがねできてるのかなと思いますが、とても素晴らしいね営業スタイルだと思いますね。お次ですね、一人起業家としてビジネスをやっているとこのマインド面ってねすごい重要になってくると思うんですけども、マインド面とかでなんか意識したポイントとか弊社の学科とかで学んで参考になったポイントがあれば教えていただけますでしょうか。北野さんの SNS の学科の方でもそうですし、あと私も一つ潜在意識のマスターコースも受講させていただいてるんですけれども、本業論とかいついつまでにこれを必ず達成しなければならないっていう考え方っていうのを手放したのがすごく大きかったなっていう風に思ってます。こういう風に自分は生きたい、こういう人の役に立てるっていう、それが結構明確になってたら、あとはそうがむしゃらに頑張らなくても貢献もできるし売り上げも上がるよっていうのを分かるように体感できるようになってから成果っていうのは上がるようになったなっていう風に感じてます。ありがとうございます。実はよく頑張るとか根性論とか目標に期日を決めてやけくそ根性で頑張りましょうっていうちょっとストイック系のね企業塾とかもあったりして、そこはそれでねやり方の一つなので何が良くて悪いってわけではないんですけども、ただ実はね売上の目標に期日を決めない方がいいだったりとか、普通と真逆のねことをコーチングでうちもやったりするんですよね。そっちの方が実はいわゆる自分自身のセルフイメージを下げ
に高めていきながら高いパフォーマンスを出していくためには、実は昭和の時代の根性論だったりとか自分にひたすら厳しくしすぎるとか、それをやると実は逆効果になっちゃうってこともねあったりするので、そこはコーチングの理論に基づいたマインドサポートとかね、そういったところとかもうちの VIP 限定のねグルコンとかでもお伝えしてたりするんですけども、まあ最後ですね、改めて入学してよかったこととか、あとは弊社学科のおすすめポイントとかがあればね、最後教えていただけますでしょうか。はい、ありすぎてって感じなんですけど、一つ目は疲弊しない働き方でも売上を立てられるようになるっていうのが実践できるようになってきたなっていうことと、二つ目はマインド面だけではなくて SNS 全般の使い方だったり本質的なことと最新情報っていうのもコンテンツと日々の講義で直に教わることができるので、自分だけではなくてクライアントさんや受講生さんに自信を持って SNS の最新情報をお伝えできて、その結果受講生さんもリールが回るようになったとか、インスタから集客できるようになったっていう成果を出していただけるようになりました。北野さんの講座は小手先のノウハウではなくて、ご自身が実践されている成果につながったノウハウとか、根性論が手放したマインドセットっていうのを教えてもらえるのが何よりありがたく、実践しやすく成果につながってるなっていう風に感じてます。では最後ですね、この動画見てくださってる方でこれから SNS を始めて一歩踏み出していきたい方だったりとか、弊社学科をご入学検討されている方とかに向けて、最後何か一言メッセージがあればいただけますでしょうか。コンテンツが豊富にあるのと、インスタの添削っていうのも受けられるので、これから始める人でも何からしたらいいのかって迷うことってほぼないんじゃないかなって思います。質問したら直接答えてくださって、やってみてうまくいかなくてもその分フィードバックがもらえるっていう風に考えられる環境なので、チャレンジしないと損だなと思うので、ぜひ皆さんも頑張ってほしいです。今年こそはね、さらに成果を出していきたいという方はね、一歩踏み出してみていただけたらなというふうに思います。ということで今回ね、ブランディングコンサルタントの山下さんと実績対談ねお届けしてきましたが、概要欄にもね山下さんの LINE 公式アカウントと Instagram のリンク貼っておりますので、ぜひこちらもねチェックしてみていただけたらと思います。また山下さんの LINE の配信も非常に勉強になる上、今 LINE 登録いただくとプレゼントもねなんかもらえるということで、こちらのプレゼントをねご案内もお願いいただけますでしょうか。はい、 SNS を活用した最強の個人ブランディングっていう内容で、 Instagram だったりあとはマインドセットの成果に直結する具体的なノウハウっていうのを7大特典にまとめてプレゼントさせていただいております。はい、ということでぜひね皆さんこちらもねチェックしてみていただけたらなというふうに思います。それではね皆さん、本日も動画ね最後にご視聴いただきまして本当にありがとうございました。ありがとうございました。はい、今回も動画を最後にご視聴いただき本当にありがとうございました。最後に私から特別なご案内があります。下の概要欄からこちらに出てる私の LINE 公式アカウントに登録いただきますと、僕自身が今まで4年間で累計14億円売り上げてきた SNS マーケの本質をまとめたこちらに出てる豪華11大特典っていうのをプレゼントさせていただいております。それでは一つずつ詳しく見ていきます。一つ目、毎月2000万売れる SNS× ライブ動画マーケティング徹底解説講義動画。二つ目、月1000万売れる SNS 集客改善徹底解説動画講義。3つ目、文字だけでバズるリールショート動画集客完全講義動画マニュアル。4つ目、問い合わせが爆増する LINE リッチメニューの作り方徹底解説講義マニュアル。5つ目、 SNS マーケで高額商品が爆売れする魔法のテクニック大公開完全講義動画マニュアル。6つ目、月100人集客できるインスタライブ集客完全ロードマップ。7つ目、業界最先端のインスタ集客ノウハウを詰め込んだインスタグラム超集客を電子書籍。そして8つ目、一番優しい LINE でステップメール配信術電子書籍。9つ目、プロが教える5ヶ月でインスタ1万フォロワーを増やすインサイト分析完全攻略講義動画。10個目、インスタインサイト分析の自動計算テンプレシート。そして11個目、 LINE× インスタ超集客をプレミアム攻略セミナー。通常参加費1万円のところが無料で参加できるプレミアム参加チケット。これら豪華11大特典を無料でプレゼントさせていただきます。こちらはね11大特典なんですけども、ぜひ概要欄から私の LINE に登録いただいて、こちらに出ている11大特典とですねそのままメッセージを送りいただけましたらプレゼントがね自動で届きますので、ぜひこちらを手に入れて、ぜひ皆さんの売上アップそして集客を加速させるためのヒントとしてね、ご活用いただけたら嬉しいなというふうに思います。それではね、これからも日々有益な情報をどんどんお届けしていきますので、これからの動画もぜひ楽しみにしていただけたらと思います。それではね、今回の動画も最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。